とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今シーズンのタワーも調べてみましょう。ガントレットが何になるのか。まあ、エンチャントは良くないんだけども、とりあえず、やってみましょう。でも、ここで防具取れないの結構きついな。まあいいや。とりあえず、商人まで行ってみます。ボスですね。この次が商人。絶対きついぞ。絶対きつい。まあ。いやー、減らせない。うん、無理。いや、無理だけども、影の断片あるから、いけるわ。いや、でも本物がわかんねえ。わかんないよね、本物は。お前か、わかりやすかった。よかった、間に合った。でもエボーカーが得意んだ。いや、でもザクテクはこの毒の雲でガシガシ倒せるんで、いけるいける。あぶね、できればオッケー。ドラを使って一気にいきたい。やっぱキノコを使うとランク付けは強い。さあ、何になるんでしょうか。締め具、前回は締め具になったのよ。で、その前は2連続でマウラーズなの。どうだ今回は。頼む。おお、そっちが来た。そっちが来た。魂のフィストでしたね。なるほど。あ、でもまあまあまあ、ソウルはそこそこあるんで、クリ率は高いんじゃない。うん、オッケーオッケー。ちょっとボスまで行ってみましょう。ボス到着しました。最後の商人で魂のフィストを上げました。127、毒の雲と火属性が2222ダメージ。これはだいぶダメージ入るでしょう。うん、で残り3あるので、長打に入れとけ。いきます。どうだろうね。影のブリューが出てきてくれれば嬉しかったけども、いやー、まあ上はいけたけど、はい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 、まあまあそこそこ早いんじゃない。悪くなかった。うん、でも締め具とはやっぱりね、火力が違いますわな。うん、でもマウラーズよりは、いや、変わらんな。マウラーズと魂のフィストそう変わらんわ。うん、まあ、とりあえず今回のガントレットは魂のフィスト、ソウルフィストですね、になりました。最後報酬見て終わります。やっぱ締め具になる確率っていうのは低いね。うん、これは全部ダメだ。おお、いや、よくないでしょ。よくないでしょ。うん。まあ、とりあえずこれをもらっときましょう。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。